い、こんにちは。プライベートメンタルジムザ・チェンジ代表の小楠健二です。はい、片田智也です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日も朝そういう話したんですけど、うん、もうほとんどの人は自分で考えるってことをしたことがないから、うん、例えばね、ある医者のところに寝れないと、いうので受診してきたと、うん、それで結局何だって話聞いていくと、要はそう医療事務みたいな仕事をやってきたんだけど、うんうん、もうその時40ちょいぐらいなんですけど、職に就けないと、うん、そう、休職してるんだけどなかなか仕事が見つからなくて夜寝れないと、うんうん、でもこれそれをね、また別の人にね、この人どうすればいいと思うっていう質問したんですよ、うんうん、そしたら、うん、この人の真の課題って何だと思うって言っても、うん、うん、まあまずは、それ現状を認識して、自分ができることやるってことじゃないですかね、とかって漠然なこと言うんですよ。うんうんうん、いや、それ何言ってるか分かんないから、どういうことって聞くと、うん、いや、どこでもいいから、タウンワーク見るか、求人サイト見るかして、とにかく、まず職を探して、職に、つくことじゃないですかとかって言うんですよ。いや、それが本当にその人の真の課題だと思うって。うん。いくら聞いてわからないって言うんですよ。うんうんうん。いや、それはだって、その人は結局、能力、会社が望む能力がないから雇ってくれないんじゃないのって。うんうんうん。だから勉強するしかないんじゃないのって。うんうんうん。あ、そうか、って言うんですよ。はい。だから、そんなこともわからないんですよね。で、だってこんな、うん、これって別にさ、中学生でもわからないって。うん。そんな特別な能力いるって言うと、いや別に、そう、中学生でわかると思いますって。うん。うん。でもあなたわかんなかったよねって。わかんなかったです。うん。うん。いや、これは、いや、こういう、だから結局なんでだと思ってて、いや、そういう考え方を自分がしてこなかったから、だからできない。うん。うん。と思いますと。で、もう一個聞くけど、うん。じゃあ、それってね、治ると思うって聞いたら、うん。いや、あなたのことを言ってるわけじゃなくて、世の中一般的にそういう人がいてね、そういう人たちって治ると思うって言ったら治らないと思ってましたね。だから手の施しようないって。うん。とこに帰結するんですけど。うんうん。いや、でも、それがやっぱ答えなんですかね。わかんない。多分ね、私の感覚なんで何の事実も、うん。あ、どうぞ。でもないんですけど、多分ね、ここがスタートなんですよ。本来の。何の施しようもない、どうしようもない、どうやったって解決できない。ここからあがくことが本来の人生観で。私たちはくっそ甘やかされてますから、市場に、うん。誰かが何とかしてくれる。あの、普段言ってる DNS よりもっと抗議の DNS ですよ。うんうん、あの、なんとか生きていけるっていう自信がありましたよね。うんうん、こう、社会っていうものがあって。アマゾンの原住民じゃないんでね。うん、どうにかなると、うん。だけど、こう紐解いていくと、残念ながらどうしようもない、施しようがない。あの自分の特性も含めてですけど、うん、これ誰も助けてくれない。多分そこがスタートラインだって気づくかどうかじゃないかなとちょっと思いました。ああ、わかります。ゴールじゃなくてスタートかもね。最近偉人の名言集っていうのを読んだんですよ。うん、うん。で結局全員の偉人の共通してることは、うん、やっぱり絶望してることですよね。もうどうしようもないっていうね。うん。というところからスタートしてる。でしょうね。だからこの間、またね、僕、あの、総合格闘技の世界で初めてチャンピオンになった人の話も聞いたんですけど、うん、うんうん。まあゾーンですよね。うん。もう、超覚醒した状態っていうんですかね、能力が。うんうんうん、どうしたらなれるかっていうと、
結局、うん、これ絶対絶命。そうでしょう。もう本当死ぬっていうね。はい。もう絶対に。これが死ぬっていう実感ね。もうこれ以上、もう、1ミリでもね、後ろに下がったら死ぬと。いうぐらい絶対絶命。になればゾーンに入る。行かないとね、行かないといけないんですよね。はい。みんなね、何の苦労もなくゾーン、比喩的な意味でですよ。はい。ゾーンを手にしようとしてるんですけど、うん、多分ね、本気でもう死と向き合わないと、隣くらいまで近接しないと、そういうパワーって出てこないらしいですね、どうも。うん。その意味においては、もう弱者ですよ、現代人。ああ。何のエネルギーもない。お人形みたいな。自動機械ですよね。ああ。確かにこの偉人たちって、本当に絶対絶命に追い込まれ。絶望してるっていうんですかね。ですね。はあ。なんで、そのまあ、うんうん、そうなんですよ。私もね、ちょっとね、こういう意味ではね、思いっきり絶望したいなとは思ってて、うん、変な表現ですけど、したくないんですけど、うん、いや、そっちの方に行くんだろうなとは思ってたんですけどね、自分でも。救いようのない、状態だってことを知らないとね、先に進まないんで、うん、でも怖いじゃないですか。うん、みんなね、うすうす気づいてる。精神医療従事者はね。うん。だけど、この蓋を開けるともうやばいって言って。うん。中覗き込む人ほとんどいない。これはね、一回覗いたからには、一番奥底まで行ってみないとっていう、探求心ですよね。ちょっとね、行ってみようかなと。ああ、それは、素晴らしい。戻ってこれないかもしれない。いや、やっぱりね、こう、ピーター・ドラッカーがね、何をして覚えられたいかっていうね、質問。うんうんうん。いや、ほんとそうだと思いますよ。うん。だから僕、人をね、この人こういう人ですっていうとき、やっぱり一言になっちゃうんですよね。うんうん。例えば、さっき言ったように、世界で初めて総合格闘技の世界チャンピオンになった人とか、うんうん、じゃあその先生の佐山悟先生っていう人は、簡単に言っちゃうと、元タイガーマスクで総合格闘技を作った人とかね。うんうん、そう、それで済んじゃうし、そこに、うんうんうん、やっぱね、収める人生でありたいなとも思うじゃないですか。そうですね。一言に収まるような。うん、そう。何か、尖った、シンプルなものを探求していきたいですね。うん。うん、それでいくと、本当に、ニッチでね。うん。そこまで、片田さん見つかったっていうのは、非常に羨ましいですね。あ、そうですか？うん。こんな不毛な道ないですけどね。何にも得られないですよ。いやいや、夏目漱石とかもそうで、なんだろうな。まあ、いろんな人、例えば、あれ、白痴とか、カラマーゾフ兄弟とか書いた、うん、ドストエフスキかとか、もともとあの人たち物書きでもないんですよね。うーん、夏目漱石って、東大の教授やってて、なんかしら、まあ小説書くようになって、だから10年ぐらいしか小説書いてないんですよね。うん、書くのが結構遅かった。はい、それは多分、理由は別に、そうなりたいって思わなかったからでしょうね。気づかなかったというか、うねうん、厳密に言うと。うん、だから、ドストエフスキーなんてもう刑務所入れられ、シベリアで10年ぐらい刑務所入れられ、うんうん、だからそういう絶望ですよね。そうですね。だって多分半分以上の人が死んでるとこう、なぜか生き残って、うんうん、出てきて、あれだけの小説を書いたっていう。いや、いいですよ。そういう人生の方がね、やっぱいいですよね。はぁ、あ。
いざそうなったらすごい嫌なんでしょうけど。いや、すごい嫌だと思いますけどね。まあでも僕、それ、これも片田さんに教えてもらったことですよ。でも幸せってそのことを呼ぶんですよね。そうなんですよ、残念ながら。川端康成なんか、ノーベル賞取って4年後に自殺ですからね。まあその絶望だからこそそこまでいけた。そうですね。だからそういう悲劇とか、興奮、幸せ、というものはこう一般認識の言葉と違うんですよね。本来のニュアンスって、ね。いや、そこまで生きたっていうかね、人生を生きれたってね、人生を楽しめたっていうかね。そういうことですね。味わい尽くしたっていう方が正確かもしれないですね。それこそ今後、ほっといたら100まで生きるんでしょう。はい、この虚しい時間をプラス数十年されるわけじゃないですか、はい、こんなもんやってられるかって言って抜け出そうとする人いっぱい出てくるでしょうね、自分を全うして。はい、今日もね、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。